さて、それでは今回はですね、ガチャ動画なんですけども、その前に、このボディ、ビッグスパイダーのボディの改造をしたので、上限解放っていうのかな。星3から4とか、だかな。ちょっとそのあたりをね、一度載せたいなと思って撮影しております。これだいぶ前の動画になってるんですが、まあ、全体にこう、全部ノーマルのものですね。ショップで売ってるようなやつばっかりで、ガチャで出たやつはあんまりないんですけど、一部ガチャで出たものと、で、まあ、その上限解放したものとがまだ混在してる状態ですね。で、一番左上のところのビッグスパイダーのボディが、まあ、これもガチャかな？最初、一番最初の、何度でも、弾けるときかな？に、ビッグスパイダーが出るまでやったんですけど。あ、これモーターね、すごいいいんですよ。至高の一品かな？っていう状態が一番いいんですけど、それが、まあ、これランダムで出るのに、なぜかずっとランダムでいい状態が続いてですね。2箇所だけかな？職人技といい感じっていうのが、この2つが介護感というか、ちょっと能力低めになるんですけど、この辺また後で直せばいいかなということで、レアリティを上げれるんですよね。経験値が溜まれば。上げないのかな？何の動画や、これ。この後、ボディを上げたはずです。これ。星3から4がしんどいんですよ。ちょっと特殊な経験値が必要になるので、この進化っていうとこびっくりマーク出てるんですけど、これ、この赤い、マルチキット SP っていうのが必要になるんですけど、ここさえ超えてしまえばね、あとは全然上限上げていけるので、やりやすいかなと。本当は星4のビッグスパイダーってガチャで出るんですけど、なかなかそれを待っててもあかんかなということで、まあ特にね、他のボディ欲しいのがないので、今のところ。もうこれ、一択で育ててみようかなと。これ当時すごい好きで、で、これ使ってるキャラクターが僕、名前ほとんど同じなんですよ、確か。で、それもあって、すごく好きだったんですけど、どういう特徴の、このマシーンだったのかが記憶がなくて、本来はね、その長所を伸ばすべきなんですけど、一体何が長所なんやっていう能力で、スピードもあんま速ないですしね。この辺が難しいとこなんですけど。で、ここで僕は確か欲を書いたと思います。もう一個上げれるんですよ。確か。ビッグスパイダー。ほら。経験値が溜まってたので、それを使って、おそらくもう一個上げたと思います。ちょっと今、カットしましたけど、リアリティ4に上がって、そこから5ですね。まあ、いろんなマルチキット使ったりとか、ボディ用のマルチキットとか、すべてに使えるやつとかね、もったいないから使わんかったよかったんですけど、あんま分かってなかったんで、この時にサクッとやってしまいました。ということで、ガチャ動画に切り替わります。ちょっと順番がごちゃごちゃっとするんですけど、聞いた情報によると、この今回復刻したガチャの3.5対1でいいかな、超速ギアというのが相当いいよということを聞きましたので、これを狙ってガチャをやってみようかなと。この下のタイヤだけは嫌やなと思ってます。2つ出ればまあ使わんことはないですけど、まあ僕今見た目重視、今というかもう多分今後も見た目重視でいくと思うんで、もうノーマルタイヤの上限解放でやっていくつもりです、今のところ。まだね、その頭打ちになってないから。ということで、10連ガチャ1回目ですね。引いてみました。なかなか1%とかじゃなかったかな、出る確率が。他のやつはね、もうちょっとパーセント高いんですけどね、4%とかなってるんですけど、この超速ギアかな？に関しては低かったんですけど、いきなりこう演出が発生して、演出発生するのも早かったですね、確か。早いなぁと思って、で、1個目で出ました。1%。あ、って。
いうことで、またね、ガチャ貯めとけるなと。7500残った状態で、2つも星音が出たのでですね。もう、しばらく、迷ってたんですよ。教えてもらったんですけど、超速ギアがいいよっていうのは。ただ、どうしようかなって、一度ね、コンプっていうのをしてみたくて、ガチャでおすすめが出るじゃないですか。星4の。全部取るみたいなのをどっかでやりたいなと思ってて、だからそれまで、石貯めようかなって迷ってたんですけども、一回だけ引くかと思って引いたら、一回目の一個目でね、出てですね。で、もう一個僕が欲しかった、リアタイヤ。黒のリアタイヤが出たんで、これね、でもビッグスパイダー合わないんですよ。前、はみ出るんですよね。画角からはみ出るから、黒かっこいいけど使えないなっていうところで。で、これ今現在です。さっきからバッとね、2日3日間が空いてるんですけど、星の数を見ていただくといかに強くなってるかと。で、ギアに関してもね、超速ギアよりも今使ってるギアの方が、今のところは性能が高いと。まあ育てていけば、超速ギアの方が明らかにいくかなと思うんですけど、パワーがね、だいぶ違うんで、どうかなというところあるんですけど、スピードに弱い状態なので、今のマシーンが。だからまあまあ、超速ギアの方がいいかなとは思ってます。うん、ちょっとこの辺楽しみですね。今んとこそんなに、ストーリーモードとかでもまだぶち当たるようなとこまで来てないので、ええかなと思ってるんですけど、ただ異常にも、上限解放に走っております。ノーマルの上限解放って一番もったいない使い方なんですけどね、もういいやと思って、見た目重視で、ビッグスパイダーを、今現在もほぼ全部金の状態まで持ってきました。またね、この辺、どっかのタイミングで乗せれたらなと思っておりますね。色も変わって。能力の見せたかな、どうやったかな、切り替えてからちょっとやっぱり能力下がりました。総合はスピードはねぐっと上がるんですけど、出るかな、なんか迷ってる。ボディもモーターも星6まで持ってきてですね、かなり下のね、ノーマルタイヤなんですけど、全部それも上限まで持っていこうかなと思っております。ということで、ちょっと長くなりましたけども、ご視聴ありがとうございました。